はい、こんにちは。島村ガッキーさんの宮尾パテン DJ 萩です。本日はこちらレーンの72なんですけど、セラートのバージョンアップでスクラッチバンクが使えるようになりましたというご紹介いたしますね。はい、ということで72を今回使用しますけれども、70でも72マーク2でも OK ですね。これのサンプルスクラッチ、これのやり方をご紹介します。まずこちらのねレーンのサイトに行きまして、ダウンロードページですね。今回は72なんですけど、70だったり72マーク2、この辺りのファームウェア最新の分をダウンロードしてください。でダウンロードしましたら、ダウンロードしたファイルを開けるとこういうのが現れますね。クリックしてみますね。1.6 に上げますかということで、まあ上げますね。ファームアップデート、はい、上げてみます。すると72の方が勝手にアップデートされるという感じだと思うんですけど、ちょっと待ってみます。進んでますね。リセットされたらネクストボタンを押してくださいということですね。これでいいのかな、うん、簡単ですね、ものすごく。これでアップデートが完了したんだと思います。そしてセラート DJ プロを 2.4.3、 ドライバーもなんか新しくなったっぽいですね。再起動しないといけないです。今繋がったはずなんですけど、スクラッチバンクってのをやってみますけど、セラート DJ のこのサンプラーボタンの横にこういうマークがついてるんですね。ここにスクラッチのねサンプルを ABCD 合わせて32個保存ができます。もう入れてあるので72で使ってみようと思います。サンプラーボタン、これを 1,2,3 回押すんですよ。するとスクラッチバンクっていうモードに行けますね。1番がサンプラーね、2番がフェーダー FX って言って、スクラッチしながらこれを押すとスクラッチっぽい音になるんですね。で3回目がスクラッチバンクで、バンク切り替えはこれだ、パラメーターでバンク切り替えですね。 ABCD ね。でまず A に入ってるボタンを押すと読まれますね。すごくないですか。こんな感じでスクラッチのねサンプルを瞬時に呼び出せますね。で例えばあともう一個面白いモードがあるんですけど、ね、普通の曲を読んでる状態でスクラッチサンプルを呼びます。この後シフトをしながら、なんかどれでもいいんでボタンを押します。するとさっきのに戻るんですよ。すごくないですか。はいはい DJ。 あ、この2回目のとこのこのフェーダーエフェクト、って感じで組み合わせて使うことも可能ですね。スクラッチバンク面白いですね。この機能ついただけでスクラッチする方にとってこのミキサーの価値がぐんと上がったんじゃないかと思いますよ。はい、ということで今日は72がですね、セラート DJ のバージョンが 2.4.3 に上がったことでスクラッチバンクが追加されましたという紹介動画でした。72マーク2でも70でも同じようにスクラッチバンクが使用できるようになったみたいなので、ぜひお持ちの方はこの動画を参考に試してみていかがでしょうか。あとこれからね72マーク2 70など検討している方、この機能がついたことによってさらにね魅力的な商品になったんじゃないかと思いますので、ぜひご検討ください。最後にお知らせなんですけど、YouTube チャンネルやってるデジタル専門スタッフ5名による Twitter アカウントがスタートいたしましたので、詳細欄にねリンク貼っておきますので、ぜひよかったらフォローお願いいたします。では本日は以上になります。ありがとうございます。